OK。 ちゃんと切ってきた。どれだっけ、切ってきて入れた。お、どれが80センチだっけな。これが25で、これはしまおう。待ってね、これもすぐから、この辺は暑い、扇風機つけよう。よいしょ、あれ取れちゃう。うん、できた。これは45分前だから、42分になったらランキングを見ます。それまでにできるだけやろう。茶色のビーズを1個通して編み図を取ります。頭を抜いたいと思います。これもう見てるだけで難しそうだよね。わかる、なんかもうこの図がさ、疲らしてやばそう。これ茶色のビーズ、あ、そう、これ入れる順番が書いてる図です。入れて真ん中に持ってきます。真ん中どこだろう、よし、真ん中、真ん中に持ってきました。え、どれだ、真ん中にしたら、次は左右に1個ずつ入れるのか。マジで難しそう。もう図がすごすぎる。これを作ります。左右に多分1個ずつ、そう、取れない。左右に1個ずつ入れて、あ、ちょっとマーカーするの忘れてた。書いとこ、今からピンク見えるかな、こんなもんか。最後は紫が青の方だね。マーカーでなってる。見えるかな。なんかあれみたい、きなこ棒のさ、あの当たり付けの当たりみたい。わかるかな。どっちだっけ、ピンクが逆に持ちたい、逆に持ちたい。そう、駄菓子屋さんので、茶色もう1個入れる、紫のね、入れて、これを、これ反対側から通してる。もう合ってるか分かんないんだけど図だけだから、多分こう
多分こう多分合ってるかわからないです。で、したら、は？むず、紫の周り。いや、これはめちゃくちゃ時間かかるぞ。これは、まず図を読み取るのが難しい。紫の方に1個入れた。で、ピンクの方にもう1個入れて、ピンクの方。入れて、通す。で、紫を通す。むず。こんな感じ。今まだ全然だからね。でもこれもリボンみたいになってる。これ色をつけてないと分かんなくなるわ。で3番、水を回転させながら見ないと分かんない。3番はまださ1周目はいいんだけどさ、途中からさ重なっていくからさ、どんどん分からなくなる。で3番は今も一緒のような感じ。ピンクに1個入れて、1個入れて紫に1個入れます。でまたピンクもさっきのフェーズに通して、まだ全然わからない。で次はこっち行こうか。で紫、難しい。あ、全然さ色分けしたのにさ全然分かれてないんだけど。え、分かれてないの？今までいっぱいやった、3つぐらいやった。全然見えてなかった。取れない。OK、もうないね。で今は紫に1個通した状態だから、何番やってたっけ、3やったから4か。うん、1個2個3個4。で5番、ピンクに入れて紫と。これ番号分かんなくなりそう、やばい。これ一気に作り上げないとダメだね、この箇所始めたら。次の配信までないちょっとやっとこう。5番、次5番。図を回転させながらやってる、難しすぎる。あ、上がってきちゃった。何を、このクマちゃんを作ってます。めちゃくちゃ難しいです。これでも見ながらやってます。マジで難しい、意味わかんないぐらい難しい。これ5番でしょ。ピンクに入れる、難しいよ。5番、ピンクに入れて、1
1の最初のとこに入れるんだ。まず1の最初ピンク、今ちょっと待って、一旦取ろう。分からなくなる、分からなくなる。難しい。で紫を1のところ、こっち紫だよね、1の編み始めのピース。編み始めはどれだ編み始めこれか、多分これに入れます。あ、ちょっと丸くなった。でえ入れたら、あ、そういうことね。で次またピンクに入れたいんだ、さっきの外したところ、ピンクの糸に、じゃあ紫を反対側から通す。うん、お丸くなってきたよ丸くなってきた、いい感じなんじゃない、できてるんじゃない。あ、42分、やばいやばい、ありがとう教えてくれて、本当だ。ランキング呼びます、早っ。今5まで作ったね、じゃ覚えとかないと次、次じゃないわ。13位から読んでいきます。13位ラクラクさん、ありがとうございます。12位黒かっこ田中さんだぞさん、ありがとうございます。11位まるちゃんさん、ありがとうございます。10位マントメガネさん、ありがとうございます。9位サモカゼさん、ありがとうございます。8位スペースルナウェイさん、ありがとうございます。7位ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位クローケイさん、ありがとうございます。5位アラマキーさん、ありがとうございます。4位ファイヤーさん、ありがとうございます。3位ディノットさん、ありがとうございます。2位シーさん、ありがとうございます。そして1位がピーベップさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。違う、よかった、大丈夫だ。次の20時半からの配信は福留美津保ちゃんとコラボ配信をします。コラボ配信です、ぜひ見に来てください。次は30分の配信ですね。ここ美津保ちゃんとコラボ配信ぜひ見に来てください。美津保ちゃんとのコラボ配信初めて、楽しみぜひぜひまた見に来てください。夜は一番夜の配信は最後の配信は髪型変えようと思ってます。あれにしようかな、ツインテールにしようかな。今日はでもちょっと、ま、負けるか分かんないからストレートツインでいい、ストレートでいい、置く時間があるかわかんない。この間にちょっとあるのでやらないといけないこと、ストレッチツインでちゃちゃっと結んでやろうあ、やばい、そろそろだ。じゃあ45分になったら行きたいと思います。次は20時半からみつおちゃんとのコラボ配信、楽しみなんだよね私もぜひ見に来てください。ちょっとこれもやっていきます、作ってきますバイバイ。